プロヴァンス、プロヴァンス、LA プロヴァンス、プロヴァンス語、プラヴィンスサ、または、プラヴィンソは、現代フランスの面積の南東部を占める地方で、東側は、対イ,イタリア国境、西は、標高の低いローヌ川左岸までである。南は、地中海に面し、よって、今日のプロヴァンスイコールアルプイコール、コートダジュール地域圏の大部分が重なる。歴史的には、 ローマ帝国終焉後、プロヴァンスは536年にフランク王国に含まれ、947年にはブルグント王国内のプロヴァンス公領となった。その後エクスイコールアンイコールプロヴァンスを首都とする、プロヴァンス伯領となったが国境は変動した。ナポリ女王ジョを序盤な一世の死後の1388年、バール川東側の領土は失われて、サボイア白国、併合され、 サボはうちでこの地方はニース伯領となった。約一世紀後の1481年、プロヴァンス伯領はフランスを売るい11世が相続した。プロヴァンスはフランスの州となった。この時代、現在のオートイコール、アルプ県はドーフィネ州の一部となっていた。ウネッサン伯領は1274年から強行領となり、1348年からアビニオンが強行領となって、 フランス革命中の1791年にフランスに併合された。中世のプロヴァンスは、従ってアルプス山脈の南を含み、バールガー砂岩の支流にも及んでいた。プロヴァンスの歴史は高山地方の一部も入っている。北はドーヒヌを含み、東は1388年にテールイコールヌーブド、プロヴァンス、テア、ニューブスでプロヴァンスの名称で、 サボア家に分割された、ニソワ地方を含んでいる。ニソワ地方は1526年から1860年まで、行政上ニース白領となっていた。20世紀後半から、プロヴァンスイコールアルプイコール、コートダジュール地域圏が設置され、中世の偉大なるプロヴァンスが、オートイコール、アルプやニソワ地方と一緒になって復元された。プロヴァンスの名は、ローマ時代のプロヴィンキア、プロヴィンチョ、 俗州にちなむ。プロヴァンスは、ガリア・トランサルピナ、ガルリア・トランサルッポナ、ローマの言葉で、アルプスを越えて、を意味するの一部であり、後ガリア・トランサルピナは、紀元前一世紀に、ガリア・ナルボネンシスと改名している。ドローム県南部は、プロヴァンスに含まれるとみなされている、プロバンサルボが話されている。サンポールレトロワ社党指教座がプロヴァンスに属している。 ティオア地方とバランティノア地方はかつて、プロヴァンス港の家臣であった。プロヴァンスの西側の境界となっているローヌ川は、フランスの主要河川の一つである。ローヌ川は何、世紀にもわたって、フランス内陸部と地中海溝を結ぶ小取引や、通信の高速道となってきた。川は、スイス・バレー州のローヌ氷河を水源とする。ローヌ川は、リオンでソーヌ川と合流する。 ローヌ渓谷に沿って、ウガンからはワ、セベンヌのエリュー川、アルデシュ川、セイズ川、ガルドン川、ガール川、サガンカライゼール川、ドローム川、ウベーズ川、デュランス川が合流する。アルルでローヌ川は二手に分かれ、すべての支流ともに地中海に流れ込むカマルグのデルタを形成する。一方は、グランローヌ川、他方は、プティローヌ川と呼ばれる。 ローヌ川の支流デュランス川は、ブリアンソン近郊のアルプス山脈に源を発する。川は南西へ向かい、アンブラン、シストロン、マノスク、カワイオンを流れ、アビニョンでローヌ川と合流する。デュランス川の支流ベルドン川は、バルセラネット近郊の標高2400メートルの南西アルプスに源を発する。南西方向に175キロメートルにわたって流れ、 アルプイコールドイコールオートイコール、プロバンス県とバール県を通し、マノスク近郊のビノンイコールシュリイコールベルドンで、デュランス川に合流する。石灰岩からなるベルドン峡谷は、ベルドンのグランドギャニオンと呼ばれ、全長2 5トル、深さ7 0 0ルにわたって続き、登山や観光で人気である。アルプマリティーム山脈のコルドラ川井よる。 2326メートル近郊でバール川は生まれ全体的に南東方向へ向かって120キロメートル余り流れニースとサンイコールローランイコールデュイコールバール間の地中海へ注ぐ1860年にニースがフランスに併合される以前はバール川はフランスイコールイタリア間の国境となっていたバール川はバール県の名称の由来でありながら バール県内を流れていないユニークな例となっている。面積930キロ平方メートル以上のカマルグは西ヨーロッパ最大の河川デルタ地帯である。それは大規模な塩水のラグーン、またはエタングで囲まれた広大な平野である。海からはサスによって切り離され、足に覆われた湿地帯が取り囲んでいる。この湿地帯は徐々に広大な工作地になっている。 カマルグには400種以上の野鳥が生息する。塩水の池はヨーロッパにわずかしかないオーフラミンゴの生息地となっている。湿地は数多くの昆虫の種の生息地でもあり、国内のどこにもいない凶暴な蚊が生息していることで知られる。また、オウシやカマルグーマも有名である。イタリアとの国境沿いに伸びるワルプマリティーム山脈は場合によっては、 プロバンスだとみなされている。この山脈は、プロバンスで最も標高が高い、ピエモンテ州にあるアルジェンテー山は、標高3297メートルである。この山脈は、アルプイコールマリティーム県とイタリアクーヌオ県の境界となっている。メルカントゥール国立公園が山脈内にある。アルプマリティーム山脈以外では、モンバントゥ、1 9九メートルがプロバンスで最も、 高い山である。山はカルパントラの北東 20km ほどのところにある。モンバントの北側はドローム県との県境となっている。地質学的にはアルプス山脈の一部であるが、近くに同等の高さの山がないためしばしばアルプスとは切り離して考えられている。モンバントはリュベロン山地の西側に立った一つあり、山の頂は 樹木も植生も見られない剥き出しの石灰岩である。山の不毛な頂上の白い石灰岩は、遠くからは一年中雪を被った状態に見える。アルピーユ山脈は、アビニョンの南約二十キロメートルにある、小さな山並みである。アルピーユは最高で、標高三百八十七メートルほどと、決して高くないが、ローヌ川の渓谷から急に立ち上がったように見えるので、非常に立つ。 山脈の範囲は約2 5トル、幅は8トルから1 0トル、ローヌ川とデュランス川の間を東西方向に走る。アルピーユの風景は不毛な石灰岩の頂上が乾いた谷で区切られている。画家ポール・セザンヌが頻繁に描いたおかげで、サント・ビクトワールさんはプロバンスで最も有名な山である。この山はブーシュイコール・デュイコール。 ローヌ県とバール県の間を1 8キロメートルに渡って伸びるの尾根である。最高地点は標高線1 1ルのピックで無種である。モール山地は小さな山並みでイエールとフレジュス間を地中海沿いに伸びる。最高地点はシニャルデラソベットの7 8 0メートルである。モール、モアとは9世紀から10世紀の間に プロバンス沿岸に定住した北アフリカ出身のアラブ人やベルベル人を指す。モール山地は 60km にわたって海岸沿いに伸び、内陸部には 30km に及ぶ。北側はくぼ地に接しており、国道97号線と7号線、トゥーロンイコールニース間の鉄道路線が続く。南側は地中海に接し、切り立った急な海岸線を作る。サントロペ半島は、 ジアン半島やイエール沖合の小島と共にモール山地の一部である。トゥーロン西側にあるシシエ岬はタンルロン山地と同じく地質学的にモール山地の一部である。カランクはカランク山地としても知られるプロバンス沿岸の劇的な風景である。2 0トルの長さで続く海岸線の崖の下の狭い入り江である。西はマルセイユ。 東は歌詞まで続く。山地の最高地点は標高565メートルのモンピュージェである。カランクは大半が第3期に作られた古い河口の名残である。あとの第4氷河期に氷河によって刻まれ、谷はさらに深くなった。最後の氷河期の終わりには結局海水が入り込み、カランクとなった。コスケール洞窟は37メートル海中にある。 水中洞窟である。海面が今より、はるかに低かった、旧石器時代には、洞窟内に人が定住していた。洞窟内の壁は、紀元前2万7千年から、紀元前19千年頃の絵や彫刻で割れている。描かれているのは、バイソン、アイベックス、馬、同様に海の哺乳類であるアザラシ、ただ一つの鳥である海スズメである。ギャリング、は、 プロバンスの典型的な風景である。ギャリグとは、地中海盆地周辺の石灰岩質の土壌でよく見られる、葉の柔らかな低木の干木地、低木の藪で、一般的には、海岸近くで気候が穏やかな場所にある。しかしギャリグある場所は、毎年干ばつが見られる。ジュニパーとウバメガシが典型的な樹木である。ラベンダー、セージ、ローズマリー、タイム、 ヨモギのような石灰岩質に耐える方向性の低木が典型的なギャリグの植物である。ギャリグの見晴らしの良い風景はケルメス菓子の密集した雑木林で中断される。プロバンスは暑く乾燥した夏のある地中海性気候の影響を受けた過ごしやすい気候である。冬は海岸に近いほど快適で一般的に東部ほど湿度が高い。 しかし北部と北東部の鉱山地方ではより過ごしにくくなる。プロバンス中央部と地中海性の植生が見られる場所ではギャリブが多く見られ、夏の干ばつ時には山火事が起こって脆弱となる。これとは対照的に東部と高山地方は水に恵まれ緑が深い。プロバンスで吹く風といえばミストラルで時には風速 110km にもなる。 年間1 2 0日から160日間もミストラルは吹き、突風の平均は風速9 0トルにもなる。プロヴァンス沿岸ではギリシャ人による植民が行われた。紀元前600年代、フェニキア人がマッサリアに定住した。彼らは、ニース、ニカイア、アンティーブ、アンティポリス、イエール、オルビア、シスイコールフールイコールレイコールプラージュ、タウロエース、アルル、 そしてアグド、アガトのようなラングドック沿岸の特定の部分や、ニームの南に移り住んだ。この地方に古くから住んでいたのは、ケルト人とリグリア人、または、ケルトリグリア人であった。標高の低いローヌ川谷は、多くの信仰を受けた。西ゴート族やアラン族は、多くの都市を荒らし、オランジュとアビニョンを降伏させた。四百四十二年頃に、ブルグント族が定住。 彼らは、偉大なる、ローマの都市という名声を得ていたビエンヌを、エラビシュトとした。アビニョンは、ウルグント人王国の南端であった。843年、ベルダン条約でプロヴァンスは、ロタール一世のものとなった。彼の息子シャルルド・プロヴァンスは、束の間、855年から863年、存在したビエノワのプロヴァンス王国を治めた。困難の時代の後、 メルセン条約によって短期間プロバンスは西フランクリオとなるが875年にイタリアを瑠璃が死ぬとシャルル2世が短期間を収めた。879年シャルル2世の義弟ボソン5世がプロバンス王国の王であると宣言。ボソンはカロリング長と争った。ボソンの古類3世はプロバンス統治をユーグダルル・ロタール2世の孫に移し、 ユーグは934年に、ブルグント・オールドルフ2世に、プロヴァンスを与えた。新たな王国は、第二次ブルグント・プロヴァンス王国、コーネン・アルール王国の名で知られるとなった。この王国は1032年まで続いた。880年代、アルアンダルスの大使国からやってきた、サラセン人海賊たちが、バーールの沿岸に足がかりを作ろうとしたが失敗。彼らは、フラシネ、 ラガルドイコールフラネ地方に基盤を確立し、プロバンストーブの低地へ向けて、襲撃を始めた。ユーグダルルは、ビザンティン海軍の力を借りて931年と942年の二度、サラセン人に勝利を収めたが、彼らを追放するまでに至らなかった。ボゾン六世が死ぬと、彼の息子ギヨーム、後のギヨーム一世とルボーは、王国を分割した。ギームの子孫は、 プロヴァンス博となり、ルボーの子孫は1054年に切り離され、ホルカルキエ博とな、プロヴァンス公とも呼ばれた。972年、クルニー大修道院長マユールが、サラセン人海賊に捕らえられ修道院が釈放のために多額の身の白金を払うという事件が起きると、ギオーム一世とルボーは、モール山地を根城にして、周囲を荒らし回っていた、サラセン人からプロヴァンスを、 解放するのに協力した。アルル王、コンラド軍の力なしに、サラセン人への軍事行動が行われた。コンラドは、封建制度や、封建的領主の変更を常に拒否してきた、プロバンスの地元貴族、都市共同体、そして農民たちに対して、それまで事実を覆い隠してきたのである。このことが、ギヨーム一世が、プロバンスでの支配権を得ることを可能にした。 ギヨーム一世は家臣に征服地を分配し、プロヴァンスの封建制度を作り、異なる者には、朝廷を行った。彼は、アルルに首都を置いた。1037年に、プロヴァンス博ギヨーム三世が、このないまま死ぬと、称号と領地は、トゥールーズ博ギヨーム三世の妻となっていた妹、エンマへ移った。以後、プロヴァンス博位は、トゥールーズ家が継承していった。 1112年、ギヨーム一世の末裔であるドゥルスド・プロヴァンスが、バルセロナ博ラモンバランゲイ三世と結婚。彼は、プロヴァンス博レーモンベランジェ一世を称した。トゥールーズ家、バルセロナ家は、公爵の称号をめぐって衝突した。1125年に、ラモンバランゲイ三世とアルフォンス・ジュルダンド・トゥルーズの間に条約が結ばれた。条約で、公領が分割され、 デュランス側の北は、プロヴァンス博が、南半分は、バルセロナ家に与えられた。1144年から1162年まで、バルセロナ家は、ー家とボーサンク戦争を、で争っていた。1181年、プロヴァンス博の家臣オランジュ博が、公爵に昇格した。この頃、プロヴァンスの三姉妹の落成期、1245年、四人の娘たちを、カペ家、 プランタジネット家にそれぞれ嫁がせていた、レーモン・ベランジ四世が死んだ。プロヴァンス博とフォルカルキエ博を継承したのは四女のベアトリス・ド・プヴァンスで、家系は以後カペイケボーケ坊系の暗獣七里焼けとなった。フォルカルキエはこの孤児から、四人の王妃の都市と呼ばれた。しかし、プロヴァンスイコールフォルカルキエ博領はバラバラに分断された。1229年のモーイコール。 パリ条約でアルビジョは十字軍が集結し、1271年のアルフォンス・ド・ポワティエ、最後のトゥールーズ白人ルの夫が死に、プロバンス公領はフランス王フィリップ三世が継承し、1274年にローマ教皇フレゴリウス十世へ創設されたブネッサン白領が活上された。1388年、女王ジョバンナ一世の継承に伴う、 社会不安や内乱が続いて、ニースの町や、大関区、ピュジェイコールテニエ、ティネコクトベシュビーラニといった自治体が固まって、テールイコールヌーブード・プヴァンスとなり、サボア家の肥後下に入った。これが、ニースのサボア併合である。これらの土地は1526年に、ニース伯領となった。1382年、ジャンヌ一世の死で、第一次のカペイダンジュ王家が断絶した。 ジャンヌ一世は死去前にアンジュー博であったオイルイ一世を養子にしており、X の合同、ユニオン DX と呼ばれた絶え間ない戦争の後に二度目のカペーガンジューケがプロヴァンスの支配者となった。この家系は1481年のシャルル五世、ダンジュの代で断絶した。バロワイコールアンジューケも同年に耐えた。プロヴァンスはフランス王オルイ十一世が相続。 1487年にフランス王領に併合された。1494年、イタリア戦争が勃発した。代々のプロヴァンス博は、ナポリ王国、シチリア王国、エルサレム王国、キプロス王国、アッコン、テッサロニキなどについて、自らを王と称した。この中で最も有名なのは二度目のカペイダンジューガン重家のルネガン重である。古い時代、庶民の知恵で、 プロヴァンスの三悪と呼ばれたものがあった。それは、デュランス川、ミストラル、そしてエクサンイコールプロヴァンス高等法院であった。単独の治政にあった1545年、プロヴァンスのメランドレで行われた虐殺は、ユグノー戦争の前哨戦となった。1572年のセーバルテルミの大虐殺では、妥協を許さないカトリックである総督ンムリブが、新京都の虐殺を防いでいる。 この頃、クラポンルーンはを掘った。アンリ三世が死んで、バロア朝が絶えると、プロバンスを含むカトリック教徒は、ユグノーのアンリド、ナバール、アンリ四世となる王と認めることを拒んだため、再び宗教戦争が引き起こされた。少数派の王党派は、ペルティウィニ高等法院を開いて、X の高等法院と対抗した。年のリーズの戦い勝利後、リーグ側は、 ほとんどの都市で権力を掌握し、サボア家のカルロエマヌエル一世のプロバンス入りを容易にし、高等法院は民事、軍事両方の権力を持った。レディギレール公とエペルノン公は1591年、初頭にエスパロンとビノンで、9月にはポンシャラでも戦った。エペルノン公は1592年にプロバンスを去った。1594年に、 アンリド・ナバールの免罪符が出された後、エクスコート法院はアンリ四世を正当な王として承認た。この1594年、ギーズ公のシャルル一世が知事となった。彼に、イサベル・クララ・エウヘニアとの結婚計画が持ち上がるほど、プロバンスはスペインに接近していた。インディアス開発に没頭するスペインに対し、フランスは織物、麻、羊毛を供給していた。 1608年7月上旬、エクサニコール、プロバンス郊外では、地のような雨水が溜まっていた。人々の盲信を悪用する一部の熱狂的な修道士たちは、悪魔の影響が引き起こしたと見れば躊躇しなかった。ニコラ・クロード・ファブリド・ペイレスクは、大聖堂敷地内の墓地を取り巻く壁から雨水を集めるよう進言した。彼はそこで観察を行い蝶の糞を見つけた。 町の中心部が浸水することはなく、町は被害から逃れた。科学的な説明が民衆の恐怖を鎮静化させることはできなかった。1640年、バンドウ向こうのルイ2世がプロバンス知事となった。1669年、ルイ・ジョゼフ・ド・ブルボンが知事職を継承した。1712年、クロード・ルイ・エクトル・ド・ビラールが引き継いだ。 ビラールは1734年まで知事を務めたが、中頃の1720年から1722年まで、マルセイユの一部とプロバンスで、ペストの対抗が起こり、強行領にも壊滅的な被害をもたらした。1746年9月6日、ジェノバ共和国がオーストリアへ降伏した、詳細。フランス革命で強行領が併合された後、プロバンスには、 ブーシュイコールデュイコールローヌ、バール、バスイコールアルプスの三つの県が生まれた。1793年、ニース伯領が一時フランスに併合された。1798年、ホレーショネルソン提督がトゥーロンでナポレオン艦隊の封鎖に失敗した。パリ条約でニースがサボアやピエモンテと共にサルデーニャ王国へ返された。1830年、 イギリス貴族らの出資で付設されていたプロムナードでザングレが完成した。1848年、マルセイアビニョン間に鉄道開通。1854年、フェリブリージュが発足した。1860年の国民投票に続いて、再びニース博領がフランスに併合されアルプイコールマリティーム県が生まれた。この時同時にバールガー流域を含むグラース軍が バール県からアルプイコールマリティーム県に加わった。1865年にモナコのカジノソシエテデバンドメールが開業した。プロバンスがイタリアに対してさらに影響力を増した。歴史的にプロバンスではオック語の方言でカタルーニャ語に近いプロバンス語が話されてきた。地方ごとに様々なバリエーションがある。アルプス地方で話されるビバロアルパン語。 海岸地方やローヌガーダニで話されるローダニア語、そしてニース周辺で話されるニサール語である。2003年10月17日、プロヴァンスイコールアルプイコールコートダジュール地域県は、プロヴァンス語とニサール語が共有の文化遺産としての言語であると認識する決意を採択した。この決意は2003年12月5日に、プロヴァンス内で話されるその方言について、 オック語やオック語の単一の文字を指定すると変更された。1999年定期的にプロヴァンス語を話すスピーカーは25万人であった。受動的で潜在的なスピーカー、少なくとも部分的にプロヴァンス語を話せるものいくつかの単語やフレーズを話せるものは50万人であった。プロヴァンスは歴史的にリグリア語の飛び地、ビオットやワロリス、 エスクラニョールを内包している。マントン周辺で話されるマントナスク語は繊維方言でオック語でありながら近郊で話されるリグリア語の影響が非常に強い。高地居住様式、ハビタットペケイと呼ばれる高所に集まって暮らすのはプロバンス、特に地中海地方で典型的である。これらの村落は岩の上のアクロポリスのように標高の高いところに、あ 中世の様相を保持し、自宅のファサードの向き、通信手段となる谷に向いているで形成された、実際は、要塞の様相である。セギュレアメネルブ、ゴルド、エガリエールなどが有名である。歴史家、フェルナンブノワは、地名を、コステラニーと呼び住民を、キャスタルラズと呼んだ、この地方に住んでいた、リグリア人について記したキケロに留意しつつ、戦死時代の起源について語っている。 ブルータス、クサイ、256。地名学において、高知居住様式である、オペド、オペデット、レボーイコールドイコールプロヴァンス、ルボース、カロ、は、オッピドゥムに由来することが確認されている。プロヴァンサル語で険しい岩山を意味する、ボースという言葉が、彼らが最初住んでいた場所を物語っている。これらの、高知居住様式は、主として、丘陵地、土壌は、 沖積層が乏しく、水が不足している場所である。低地で、沖積層に富み、私有地ごと家の中庭に、井戸が掘れて、水が容易に利用できるローヌ川渓谷でランス、川渓谷を除いたプロバンスで、一般的に見られる。加えて、地域社会における、高地居住様式は、狭い谷底にのみ肥沃な土地があるといった、特徴ある狭い領域に多用している。また、 高地居住様式は村人に不可欠な農村独特の工芸、家冶屋などの発展につながった。これとは対照的に広い場所では住宅は散らばって自給自足する傾向にあった。フェルナンブノワは貧しい人々が暮らす場所では分散して暮らすことがないという法則を述べている。ローヌ川、デュランス川の肥沃な土壌のある谷では分散して住む傾向がある。 これは、アルルのヒラノブやカマルブで同様に見られ、広範囲で穀物を栽培したり、家畜の放牧に特化した単一の広い土地となっている。ブネッサン白領では、野菜が作られ、谷で水が豊富なバルセロネット近郊では、牧草が栽培されている。アルル周辺の典型的なイッケミアは、マースと呼ばれる。マースは、ラテン語のマンススから派生しており、 家族単位で農業を行うのを基本としている。ローヌガーウアン、ガール県、エロー県の東部でもこの用語が使われていることは注目に値する。マースには母やがあるほか、小作実りの家が加えられている。クローヘイヤでは、マースは大規模な草深いアレチルクス、ルカスに囲まれ、そこでは陶器に羊の放牧が行われる。プロバンス料理は温暖で乾燥した。 地中海性気候の結果である。岩の多い険しい風景は羊やヤギの放牧に適していたが、ローネ川渓谷の外では大規模農場に向く土壌はなかった。海岸部では魚介類が豊富であった。基本的な材料はオリーブ、オリーブオイル、ニンニク、イワシ、メバル、ウニやタコ、ラム肉とヤギ、ヒヨコ豆である。ブドウ、モモ、アプリコサクランボ、 有名なカバイオンサンメロンといった果物がある。魚はプロバンスの料理メニューで頻繁に登場するルジェは小さな赤い魚を直火で焼いたものである。そしてルーはブドウの木を焚き木に用いてフェンネルを添えた魚料理である。プロバンス産ワインの大部分はロゼが占める。特徴的なブドウ品種はムルベドルダネでバンドール産赤ワインに使用される。カシスは プロバンスうちで唯一の白ワインとして知られる。プロバンスワインで多く指定されているのは以下のものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。